うもねくらです。前回笛ラムネの開封で大当たりを引いたんですけど、今回はさらに追加で2箱買ってきました。1箱20個入りなので40個開封していこうと思います。はい、サムネを取り終わったので開けていきましょう。ちなみに比率なんですけど、男女比20個中1箱目が9個女の子で、だからほぼ半々、ちょっと男の子が多いだけで、もう1箱は8個女の子だから2個男の子が多いって感じでした。まあほぼ半々ですかね。男の子が3つ多い感じになってます。じゃあ早速サクサクと開けていきましょう。今回は多いのでテキパキ開けていきます。じゃあまず1個目女の子開けていきます。楽しみもう箱買いはねしないと思うんだ。スーパーで買うぐらいかな。よいしょ、開けていきます。1個目、よいしょ。これはわ、パンダのヘアピン。これ前回も出たから同じボックスの感じかもしれない。被るかも前回と次、でも黄色いヘアピンパンダは持ってないので嬉しいですね。男の子用、開けていきます。お、出ましたね。見た感じ、色は変わんないな。変わらないですね。まあ、当たり枠。次。よいしょ。男の子用、開けていきます。じゃじゃじゃん。あー、色変わんないな。見てわかるんですよね。もう色変わんないなって。でもこれ持ってないですよね。探索員持ってる？いや、おそらく持ってないかな。ピントが、透明だからピントが合わない。ピントが合わないですね。合いました。よし、次、行きましょう。よいしょ。女の子用、開けていきます。じゃん。おー、ネズミの青。あー、被ってますね。前回の箱と被ってる。やっぱりなんか箱は箱で流通があるんですかね。前回のボックスと被ってますね。よいしょ。男の子用、開けていきます。じゃん。おー、ドリルの人ですね。光らないな。これ変わらないな。変わらないですね。次、開けていきます。女の子よ。何が出るかな。じゃん。おー、ゾウの串！あー、これ欲しかったから嬉しい。私、串シリーズかなり好きなんですよ。あー、これ普通に持ってないので嬉しいですね。かわいい。次。男の子よ。よいしょ。開けていきます。色変わんないかな。変わらない、色変わらないドリル星人。わあ、2個目だ、嬉しい。わあ、やった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 嬉しいですね。あ、前回じゃあ色変わるのかなりレアだったのかな。夕方の音楽が流れてる次、嬉しい。よいしょ。次、女の子よ、開けていきます。背中めっちゃ曲がってる博士。いや、名前は違うと思うけど、色は変わらないですね。
持ってないからやったね。次、女の子用開けていきましょう。いやー、いいないいな嬉しいな。女の子用開けていきます。じゃん、お、また来ました、ドリルくん。変わらなそうかな。変わんないですね。いやー、そうそう変わるのは出なさそうですね。女の子用開けていきます。よいしょ、よいし、じゃん、うさぎのヘアピン黄色。わ、かわいい。うさぎ持ってたかな、持ってなかったかな。でも黄色はないから嬉しいですね。女の子アクセサリー系とかヘアピン、ヘア、あの櫛とかヘアピンとか出ると結構嬉しいですね。やったよいしょ、次男の子用開けていきます。じゃじゃじゃん、バッタの緑ですね。ラメはない、あ、入ってる、ラメ入ってる、危ない、グリッターの入っているバッタの緑ですね。あんまり引いたことがないタイプ、かわいい。たまにセミとか出ると嬉しいんですよいいね、プラっぽくて好きです。次、男の子用開けていきます。よいしょ、じゃじゃん、お、お、おー、パトカー、やった。やっぱり車最近出るようになったのかな、嬉しい、やったー、車ですね。車すごい欲しかったからやった次、男の子用開けていきます。いやー、いいね、やっぱフェラムネって何が出ても嬉しいんですよね。男の子用開けていきましょう。あー、コマ3個目だよ。やっぱ前回とボックスが被ってますね。よく回る次、男の子用開けていきます。お、じゃじゃん、うわー、コマだ、色違い、うわー、ボックスのかぶりの連鎖が来ましたね。嫌ですね嫌だな。次、男の子用開けていきます。まあ色違いなだけいいけどね、緑3個目だから開けていきます。お、ショベルカーなんてあるんですか、ミニカーの。え、めっちゃ可愛い、ドラえもんのタイムマシーンみたい可愛い、嬉しい、いいですね、ピントがどんどんずれてく可愛い、やった次、男の子用開けていきます。ですかね、ちょっとキモい、え、ちょっとキモい、え、やだ、なんか足が気持ち悪いえ、このバッタとはわけが違うんだけど、足が気持ち悪いんだけどやだ、キモいなんか遊ぶとかですかね、跳ねる、あ、跳ねるのか、こうやって遊ぶものっぽい、あ、それならこの足のキモさは納得、なるほどね。こんな感じでした。まあ、持ってないものだから、ハズレとは言わない。女の子用、開けていきます。じゃじゃじゃん。あ、指輪だ、青の指輪。これの透明な赤を持ってるんですけど。いや、かわいい。手がちっちゃいから子供用でもブカブカだな。どこにでも入りますね。かわいいですね。親指は、あ、親指でも入りました。これ大人でもつけられるね、そしたら。次、開けていきましょう。男の子用。いやー、なんかね、
だんだん雲行きが怪しいですね。透明シリーズが出てほしいんですけど、どうかな。男の声を開けていきます。お、来ましたね。探索員もうすでに持っているが、色は変わらなそう。変わらないですね。どんまいどんまい。次、まあ、当たりなだけね、嬉しいよ。女の声を開けていきます。そう、この家すごい構造が変で、新築でいい家なんですけど、構造が変で外の音がすんごく響く作りになってて、車の音がものすごいんですよね。次、じゃじゃじゃ、渋いウサギの串。え、なんか木彫りみたい、なんか渋いですね、見た目が。かわいいけど、守ってないしね、嬉しいけど渋いね。次、男の子用、開けていきます。よいしょ。じゃ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 ん。じゃん。あ、カブトムシ!かわいい!ラメ入りのカブトムシです。え、かわいい!カブトムシ初めてかも。クワガタとか思ってたんですけど、わ、かわいい!なんか、ここが、ヨインってなってます。かわいい。嬉しい。次、開けていきます。女の子用。もうだいぶ開けたかな?どうかな?女の子用開けていきます。じゃじゃじゃん。リスだ!コリスだけに。かわいい!めっちゃかわいいですね。わー、かわいい。いいね。普通に楽しくなってきたぞ。女の子よ、開けていきます。よいしょ。じゃじゃん。また探索。あ、これ持ってない。おかっぱ、違うの、帽子かぶってる双眼鏡を構えてる探索員ですね。色はまたまた変わらなそう。変わらないですね。まあ持ってないので嬉しい。次、男の子用、開けていきます。よいしょ。じゃ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 ん。お?お?お?何?うさぎか。うさぎだ。あ、これも飛ぶタイプのおもちゃですね。かわいい。うまく飛ばせないけど。かわいい。わー、いいね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 。持ってないのは本当に嬉しい。次、男の子用、開けていきます。よいしょ。じゃじゃん。お、またドリルくんですね。でも色は変わらなそうだ。変わらないね。うわー。次、女の子用。まあ、私は、フエラムネはトレードとかあんまりしたことないし、まあ、しなくても、してもいいかな、どっちでもいいかなって感じなので、普通に開けて楽しんでいるので、何が出ても結構嬉しいですね。被っても。あ、これなんか、いいの来そう。女の子用、開けていきます。あ、全然だった。あ、タヌキ?これ最初のクッピーラムネのコラボの時の、フエラムネ60個開封の時もいた、よくわからないおじいさんみたいなタヌキですね。かわいい。次、男の子用、開けていきます。何が出るかな。よいしょ。じゃじゃん。4つ目の、まあ色違い入れないで5つ目の、じゃあ色違い入れて5つ目のコマが出ましたね。形違いがいいな。星のコマとか結構好きだから、お花だけはやめてほしい。次、男の子用、開けていきます。よいしょ。はっ、かぶった。ショベルカーでも全然嬉しい。
2個目だからね。2個目までは私嬉しいんですよ。まあ、3個目からちょっと嫌かなぐらい。2個目までは保存とかストック用としてね、遊べるので、しかもちっちゃいからフェラメのおもちゃって持ち歩けるんですよね。女の子を開けていきます。だから、持ち歩いてる間に壊したら嫌なものってやっぱり最後の1個とかだと壊せないので、持ち歩けなくなるから、2個目までは結構嬉しい。じゃん。リス、2個目。これも全然いいですよ。あと、なくしやすいからフェラメって、おもちゃがね、ちっちゃくて。だから2個目までは全然いい。1個目は飾れるから、全然いい。男の子用開けていきます。もう残りが少ないよ。どうなるなぁ、どうなることやら。開けていきます。じゃじゃーん。おセミだ！ラメラメの緑のセミ！やった、嬉しい。今回やっぱり色かぶりかなり多いから、それはボックスのあるあるですね。でも形違いなだけいいですよね。形同じで色違いよりも、色同じで形違いの方が嬉しいかな。女の子よ、開けていきます。お、お、お、お。あ、また双眼鏡を構えてる子ですね。色は変わらなそうですね。変わらないですね。男の子よ、開けていきます。よいしょ。じゃん。お、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 お。あー、守ってますね、少年。どうかな。色は変わらない。変わらないですね。まあ、当たりだからいいでしょう。次。女の子よ、開けていきます。よいしょ。何が出るかな。お？ドリルくんだ！もうやめてよ！色変わってくれよ、せめて。変わった！わー！色変わる子だった！だったらドリルくん大歓迎！おいでおうちに。一回こうやって照射して。変わりましたね。黄色に変わる子はまだ持ってないんだ、でも。でも嬉しいね。色変わる子は結構嬉しい。やった。やったやった。え、他に変わる子いないよね。そうですね。ドリルくん、今のドリルくんだけですね。いやー、あと8個。ここの分だけで。よし。まあ、スーパーとかではね、ちょこちょこ買うかも。まあ、さすがにどれだけ私が酒豪でも、このラムネは食べきれない。お酒飲んだら必ずラムネは食べるんですけど。これ以上箱買いはしづらいですね。男の子用、開けていきます。じゃじゃじゃ、お！これは、トリケラトプス、かな？空飛ぶのはそうだっけ？前、プテラノドンをトリケラトプスって言った？いや、わからん！知識がないのに喋るのは良くない！まあ、これ出ました。恐竜の飛ぶやつ。これの金は持ってる。でも黄色持ってないからいいですね。次！女の子用、開けていきます。え、詰まってる。詰まってる。クリップだ！かわいい！ライオンのクリップですね。かわいい。え、かわいい。ちょっと普通の普段のクリップとちょっとテイスト違いますよね。かわいい、ニコってしてる。次！男の子用、開けていきます。よいしょ。じゃん。おお、あ、蝶々だ。これってさ、遊ぶやつかな。こういうこと？本当に？そういうものではない？どういうものなんだろう。蝶々は何に使うんでしょうか。
ツイッターでも結構見たんだけど、蝶々って何に使うんだろう、飛ばすのかな、合ってますかね。わからないな、わからないですね。わかる人は教えてください。次、女の子用開けていきます。よいしょ、じゃん、バラの指輪のちょっとパールがかってるやつ。え、これ初めて見た、パールがかってるのなんてあるんですね。かわいい、かわいい、かわいいですね。どれもブカブカだな。最近大人が買うからブカブカにしたんですかね。全然どの指にも入る。なんかラメが入ってるプラスチックの指輪って結構硬くて入りづらいんですけど、どこにでも入る。柔らかい、ここがいいですね。次、男の子用開けていきます。よいしょ、コマだー、やめてくれー、やめてくれよー、それはやめてくれー。黄色のコマ、まあ黄色なだけいいでしょう。わー、あと3つ、女の子用、ラストの女の子用開けていきます。そこ2つは男の子用なので、あ、どうかな、まあ何が出てももう何でもいいけどね。地底人出たしね。開けていきます。お、あ、ポニーですね。これは結構好き、かわいい。よし、男の子用開けていきます。じゃじゃじゃん、じゃ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 ん、これも探索員ですね。変わらない、うーん、まあ当たりなだけいい。ラスト開けていきます。今回このシリーズの箱買いはおそらくラスト、まあ、箱でも高くないんですよ、2000円いかないから。買いたかったら買うけど、いや、今月はもう買わないな。ラスト。お、双眼鏡くんですね。でも色は変わらなそうかな。黄色に変わるの持ってないんだよな。変わらない。よし。今回はこんな感じでした。前回より当たり率低いな。14個だから、20個中14個あたりですね。つまり、まあ、1個半あたりに1回あたりかな。って感じですかね。そうですね。前回31個で10個あたりだから、まあ同じぐらいかな、当たり率は。でも、持ってないものがかなり当たったので、いいんじゃないかと思います。フェラムネ開けるの楽しいので、皆さんもぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そんなに高くもないのでね、1個60円ぐらいで買えるので、気軽に買えるのではないかと思います。フェラムネ動画はわかんないけど、まだまだ開封動画とかコレクション動画は続いていくので、見てみてください。バイバイ。今回のフェラムネは開けるとここに地底人がいたんですけど、これは伏線だったんですね。あと関係ないことに気づいたんですけど、女の子用は箱のここが黄色くて、男の子用は白い。